チャンネルインクルージョン。の時間です。皆さんいかがお過ごしですか？私は今仙台市青葉区中央にあるアートインクルージョンファクトリーに来ています。そしていつものメンバーといったらこの人、みちかです。みさこです。ちひろです。いやいかがですか？楽しいね。楽しいです。楽しいです。本当ですか？そんなに楽しそうだと、みんなこのファクトリーに来たくなるね。そうだね。いや本当に楽しい場所なんですけども、なんか明日明後日もっと楽しいことが起こるそうじゃないですか？はい、どんどこいちです。明日どんどこです。どんどこいちって何ですか？楽しいところです。楽しいところですよね。その場所はどの辺で？場所はね、はい、あそこですよね。あそこですね。あそこです。あそこで君たちちゃんと来れるの明日？はい、大丈夫です。大丈夫です。あ、場所はだいたいあそこって感じで。時間は何時頃ですか？ちょっと待ってくださいよ。明日のステージ来れるんですか？はい、だいたいお昼ぐらいな感じで。お昼ぐらいです。どんなステージが行われるんでしょう？歌とダンスとあと手話も。じゃあ明日のステージはふわふわ度は何パーセントぐらいですか？ 100% です。 100% だよね。明日はパピーちゃん来るんでしょうか？来ません。そう、休み、はい、お休みです。明日パピーちゃんの世話があるから来れないと。千尋さん来ないの？はい、そう、はい。この放送を聞いて、はい、アイドル千尋に会いたい人はどうするんですか？無理です。無理です。やっぱアイドル忙しいからちょっとそうやすやすと会えないと。明日アイドル美佐子とアイドル美智香には会えるんですか？そうだね、はい、会います。若干会えるということで、明日9月27日土曜日、そう、12時20分からアートインクルージョンファクトリーのステージが、ね、江東大公園、滋賀清蔵前で行われま す、歌やダンス、手話などなど、素晴らしいステージが行われますので、ぜひお集まりください。でこの放送多分終わった後みんな聞くと思うんですけど。まあいいですかね。みんなね、力合わせて頑張ります。頑張ります。頑張ってください。なんか人ごとな人が一人いますけど。応援だって。あ、応援ね。あの遠くから、遠くから見守ってる。お家で見守ってる。吾妻さんもね、遠くから見守ってるパピーちゃんと共にということで、心強く我々は、はい、吾妻さんもね、吾妻さんはさ、ほらソロステージがあったんじゃなかった？ああ、ね、ちょっとお家にご不幸があってね、残念でしたが、そのうちそのステージはまた実現すると思います。そうするかもしれないね、はい、ということで、ぜひどんどこいち皆さんお集まりください。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。